都市から遠ざけられたはずの鳥たちが、今ではこの場所を自分のテリトリーとしているかのように、飼い主さんの家のベランダの植木鉢にのんびりと止まっています。このような場面に遭遇した飼い主は追い払うことはせず、思いやりの心を持って必要な手助けを提供しました。この両者の密接な関係にどのような不思議な力があるのか、そして人間と自然の調和の取れた共存についてどのような感動的な物語が導き出されるのか。立ち並ぶ住宅街の中、鳥の姿がよく見られますが、これらの鳥はスズメやツバメなどのありふれた小型種で、人間と生活環境を共有しながらも適度な距離を保っています。同じくこの住宅街に住むリンさんも、景色を楽しみながら気分をリラックスさせるために、いつものようにバルコニーに来ていました。彼女は長い間使われていなかった植木鉢を見つめながら、この空間に新たな活力を与えるために種をまこうかと心の中で静かに考えました。しかし時間が経つにつれて、この考えは日常生活の些細な事柄によって徐々に覆されていくようです。数日後、リンさんが再びバルコニーに戻り、長い間放置されていた植木鉢を片付けようとした時、予期せぬ小さなゲストが静かにやってきました。目を輝かせた可愛い小さな鳥でした。ふわふわした羽毛を持ち、赤褐色の羽毛にはまだら模様が点在し、特に丸く輝く大きな目は人の心の最も柔らかい部分に触れるように見え、そっと触れたくなります。リンさんが愛情を感じて小鳥に手を伸ばして撫でようとしたその時、似たような姿をした別の鳥が隅から飛び出してきました。2羽の小鳥が大きな潤んだ目で彼女を見つめていたので、リンさんは少し恥ずかしそうに感じました。小さな2羽はリンさんが動かないのを見ると、大きい方の子はためらうことなく植木鉢に飛び乗って優しく羽ばたいて、まるでこの植木鉢が今必要であると彼女に伝えているかのようでした。リンさんはその意図を即座に理解し、少し耳障りな自分の声で2羽の邪魔をするのを恐れて、非常に優しい口調で2羽に答えました。明らかにリンさんの計画している植木鉢の回収プロジェクトは、しばらく保留する必要があるようですが、これについて彼女はちっとも不満を持っていませんでした。数日後、リンさんは好奇心と2羽の鳥への心配から、2羽がまだそこにいるかどうか、様子を確認するために再びバルコニーに行くことにしました。彼女がバルコニーに出た時に鳥を見つけられず、鳥たちが外で餌を探しているのか、飛んでいるのではないかと推測しました。しかし植木鉢の中にまさか6個の赤茶色の鳥の卵があるのが気づき、彼女は嬉しく驚きを感じました。この鳥カップルがこの場所を新しい住処として選び、ここで新しい命を誕生させようとしていることは明らかでした。リンさんが新しい命の誕生を見守っている間、2羽の小鳥は羽ばたいて飛び返ってきました。彼女はこの子たちを注意深く観察し、大きくて輝く目に加えて、この子たちが鋭いくちばしと、足の指の先にトゲのある金色の爪があることに気づきました。見た目はとても可愛いですが、彼らに一度捕まえられると間違いなくひどい傷つきます。判別できた後、リンさんはこれら2羽の鳥が有名な超弦ボウであることを知りました。超弦ボウは空で羽を踊る上品な生き物で、その綺麗な赤い羽と機敏な飛行姿勢が有名です。鳥類の中でも優れた飛行能力と狩猟能力を備えており、鋭いくちばしと爪で獲物を簡単に仕留めることができます。超弦ボウは体が小さいですが、国によって保護されている貴重な動物です。通常これらの小さな猛禽類は草原や森林などの開けた生息地を選択して食べ物を探したり巣を作ったりします。広大な世界に羽ばたいているはずの猛禽類が、今我が家のベランダという小さな世界に現れて、どこかに取り決めがあるように家に来てもらって、ある特別な方式で植木鉢に新しい生命力を与えました。母親超弦ボウは孵化を目前に控えたヒナのための準備を始め、植木鉢から硬い石を一つ一つ丁寧に取り除き、巣を整えて静かに巣の中に座って、卵を孵化させる長い作業を始めました。この期間中、赤ちゃん超弦ボウに必要な食べ物は、狩りに出かける勤勉な父親超弦ボウによって得られます。超弦ボウの飼育ルールでは通常毎日1個の卵を産むとされているため、この6個の卵は1週間以内に植木鉢に生まれました。抱卵段階は母超弦ボウにとって非常に体力を必要とするプロセスであるため、この期間中父親超弦ボウは24時間体制で配偶者に食料を与えます。
父親チョウゲンボウは卵を孵化させるために一生懸命働くパートナーを愛おしそうに見つめ、その目には妻への深い愛と可愛がりが現れていました。母親チョウゲンボウが卵を長期間孵化させるのに十分な体力を確保するために、父親チョウゲンボウはより頻繁に狩りに出かけ、行動をもってより多くの努力をしたい意欲を示すかのようになりました。体力的な消耗に加え、卵の孵化には心理的なストレスや疲労も伴います。働き者のパートナーをリラックスさせるために、父親チョウゲンボウは自ら卵を温める仕事を引き継ぎ、母親チョウゲンボウを新鮮な空気を吸わせるために飛び出させ、しばらくリラックスする機会を与えました。リンさんはその深い愛情に満ちた光景に深く感動し、思わず涙を流してしまった。お互いを尊重し、思いやりを持ち、困難を乗り越えるために支え合うのが夫婦の在り方だと嘆きました。リンさんはチョウゲンボウ夫婦の愛情に深く心を打たれ、彼らを支援することを決意しました。彼女は慎重にチョウゲンボウの巣から適切な場所に食べ物を置き、夫婦のストレスを和らげることを願って、父親チョウゲンボウが昼夜を問わず食料を探す必要がなくなり、母親チョウゲンボウが孵化の仕事をしながら精神的な安らぎを得られます。例えば父親チョウゲンボウがそばに付き添う安らぎのひととき、夫婦はリンさんの無言の優しさを鋭く感知しており、父親チョウゲンボウも深い感謝の視線でリンさんの優しさに応え、視線でさえこれまでにない優しさが含まれていました。それ以来リンさんは栄養ニーズを満たし、食べやすいように注意深く用意された小さな肉を定期的に彼らに与えていました。思いやりのあるリンさんはチョウゲンボウが猛禽類としての性質から、いつか再び広大な世界を自由に飛び回れるようになることをよく理解しています。そのため餌を入れた後、チョウゲンボウに近づきすぎないように窓ガラスを閉め、その自然性質を最大限に尊重しながら、ガラス窓の中で静かに彼らの動きを観察することだけを心がけていました。チョウゲンボウ両親とリンさんの丁寧な世話のもと、新しい命が殻を破る時が徐々に近づいていました。最後にヒナは1匹ずつ卵の殻の束縛から解放され、人生の新たな挑戦を迎えました。ヒナ鳥が生まれて以来、父親チョウゲンボウの肩にかかる責任はますます重要になっていました。生まれたばかりのチョウゲンボウの羽はまだ十分に成長していなく、目が完全に開いていませんが、すでに長く道の人生の旅を始めています。以前は父親チョウゲンボウは自分とパートナーのために餌を捕獲するだけでしたが、今では孵化したばかりのヒナ鳥に適した新鮮で美味しい餌を見つけなければなりません。毎日6羽の小さな口が巣の中で餌を待ち、親の帰りを呼ぶ光景が当たり前になりました。チョウゲンボウ夫婦は外から獲物を持ち帰ってヒナを食べさせますが、リンさんは彼らのプレッシャーを取り除くために、相変わらず定期的に餌を与え続けました。母親チョウゲンボウは新鮮で柔らかい肉をくちばしで丁寧にちぎり、慎重に1羽1羽のヒナ鳥の口に運びました。ヒナ鳥が成長するにつれて、リンさんは自らの手で餌を与えるのを手伝い、ヒナ鳥がスムーズに飲み込めるように肉を小さく切りました。母親チョウゲンボウはリンさんの介入に何の反対もせず、長い交際により両者の関係は緊密かつ暗黙のものとなりました。リンさんと母親チョウゲンボウは無言な協力関係を築いたようで、同時に餌を与え、お腹を空かせた6羽のヒナのニーズを満たしました。一杯食べさせた後、チョウゲンボウの親子はリンさんを優しく見つめ、視線で彼女に感謝の気持ちを伝えているようでした。親鳥とリンさんの共同世話のもと、ヒナたちは急速に成長し変化し、元の灰色と白色の羽毛は徐々に消え去り、親鳥と同じ綺麗な羽が現れました。かつてきつくと座されていた目も鋭くなり、猛禽類としての本性を表し始めました。ヒナ鳥の成長過程そのものが奇跡に満ちた戦いの歴史で、殻から出た瞬間から、鳥は本能と直感に頼って食べ物と住処を見つけることを学ばなければなりません。親はある程度の援助と保護を提供しますが、自然界で真の地位を確立するには、幼鳥は自立して生きていくことを学ばなければならないです。これらのチョウゲンボウのヒナと同じように、彼らは重要な飛行のスキルを学ぶなど、多くの困難と挑戦に直面して克服する必要があります。
最初は親の助けを借りて短距離のジャンプや滑空に挑戦することしかできなかったひな鳥たちは、親の真似をしてベランダの手すりの上に立ち、初飛行に向けて勇気を蓄えるようでした。時にはおかしく足の裏が滑ってその前の準備が人を笑わせたり、あるいは途中でつまずくこともよくありましたが、時間が経つにつれ親の指導の下でひな鳥たちは徐々に飛行技術を習得し、自信を持って空中に美しい弧を描き、さらに近くのビルの屋根の端まで気軽に飛んでいけるようになりました。しかしひな鳥は飛ぶことに加えて自分で食べ物や水を見つけることも学ぶ必要があり、そのためには森林や草原などの様々な環境で探索や冒険をする必要があるかもしれません。その過程で天敵の脅威や水不足など様々な試練に直面することになります。リンさんは知らずのうちにこのヒナたちと深い絆を築き、彼らの将来の運命を気にするようになりました。これらの問題は今すぐに心配しなければならない問題ではありませんが、これらの挑戦がひな鳥たちを徐々にたくましく勇敢にしてくれると思うと、リンさんは心の底から嬉しくて仕方がありませんでした。ひな鳥の羽がどんどん膨らむにつれて、灰色と白色の羽毛は徐々に滑らかで明るい茶色がかった赤色に置き換えられ、親鳥にますます似てきます。同時にひな鳥たちの飛行技術と狩猟技術もますます熟練してきており、リンさんは別れの時が静かに近づいていることを悟りました。母親チョウゲンボウは差し迫った別れを察知していたようで、父親チョウゲンボウと共に親切な女性を愛情を込めて見つめ、この時期の無視な保護と細心の注意を払ってくれたことに感謝しました。その後チョウゲンボウカップルは羽を広げて高く飛び、青空に帰っていきました。生命の循環の中で新たな命が誕生するたびに、それが生命の力を称える素晴らしい詩になります。人間の新生児であれ、自然界の動物の新しい命であれ、その誕生には終わりのない希望と奇跡が伴います。そして人間と動物の関係を深く見つめると、この新しい命への敬意と思いやりが地球上で私たちが共有する深いつながりを浮き彫りにします。チョウゲンボウ夫婦とその子供たちと過ごしたリンさんの体験は、人間と動物が調和を取りながら共存できた生き生きとした良い事例を私たちに与えてくれました。リンさんの家のベランダにある植木鉢にチョウゲンボウ夫婦が意外的に巣を作り、卵を産みましたが、リンさんはそれを追い払わず、自ら動き出して世話人兼保護者の役割を引き受け、小さな命の誕生と成長を見守りました。殻を破った瞬間から、ひな鳥たちの儚くも粘り強い生命力、そして新チョウゲンボウの子孫のための懸命な努力は全て、自然界における生物の繁殖の魔法的な力を明らかにします。リンさんの優しさと思いやりは、チョウゲンボウの家族と種族を超えた感情的な絆を築くのに役立ちました。彼女はひな鳥を大切に育て、困難な成長期を乗り越える助けを与え、人間と動物の本当の意味の相互依存や愛し合いを体験しました。チョウゲンボウ一家もまた、信頼と依存を持ってこの善意に応えました。これは人間と自然の調和の取れた共存という概念の最高の解釈です。人間も動物も同じ青い空の下でこの世界を共有し、心臓の鼓動は地球上の生命の鼓動です。毎回の新しい命の誕生はこの共通の家の多様性を守り、より多くの責任と使命を我々に与えています。あらゆる命を尊重し、調和のとれた美しい地球家族を共同で築きましょう。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。